本日のバー金田は上野翔吾さんをゲストに迎え、メトロに乗っての話をしたいと思います。この映画は2006年に公開された映画で、私にとっても思い出深い作品ですが、撮影監督を務められた上野さんとは古い付き合いなんですけど、この作品について話をするのは久しぶりなんで、とても楽しみです。こんばんは。どうもご無沙汰しております。ですお久しぶりです、一緒にやった映画メトロに乗ってはもう8年ぶりですよ。そうですね、あっという間ですね。上野さんとはメトロに乗って以外にもいくつかいろいろと、仕事一緒にしてるんですけど、はい、そうですね、青い鳥とか、そうですね、とっても阿部寛さん主演のね、先生の話なんですけど、吃音のね、先生の話、なかなか小さい作品だったんですけれども、とても感動的な映画だったと思います。そうですよね、とてもいい映画ですよね。天国が待っていく、はい、そうですね、あの時初めてその築地のロケ、はい、いや築地のね、3時ぐらいの集合して、マグロのやっぱり詰め押しとか全部そういう現場ので、ね、撮らせていただいて、今最近なんか撮影なかなか入れないということを聞いているので、いい時にロケいらしてもらったなと思ってます。そうですね、はい、最近上野さんはどんな仕事？そうですね、もう公開終わってしまったんですけれども、父の心という作品で谷口正樹監督の映画なんですけれども、父、いわゆる家族の話なんですけど、京都のロケで、1週間ちょっとで撮った映画なんですけれども、とても感動的な作品だったと思ってまして、でももう公開は終わってしまったんですけど、これから、全国にちらほらと公開が続くようなことを聞いてますので、京都オールロケ。はい、そうですね。はい、京都のやはりこうよく言われるうなぎの寝床といわれる、長い町屋なんかをお借りして、現代の映画として作ったのは僕は初めてだったんですね。時代劇が多いでしょ、京都というと。なので、そういった本当京都の今の、市政の人々の話を取れたのが本当に良かったと思ってます。僕は以前パッチギの映画で60年代の京都を長いことやって、やはりいろんな意味で思い出を伺ったんですけど、鴨川で大喧嘩してたんですね。そうそうそう、すごかったですね。皆さんこんばんは。私は映画評論家の村川秀です。今回の映画は非常に、出演者が堤真一さん、岡本彩さん、常盤貴子さん、大沢たかおさんという豪華メンバーですね。まずこれにびっくりなさると思います。この映画は地下鉄に乗ってタイムスリップする男の物語ですね。自分の父親探しと言ってもいいと思いますが、父親が財閥のフィクサーで、黒幕であり、あまりいいイメージを持っていなかった。それを嫌って息子である、男は家を出ちゃうんですけれどもね。それがふとしたきっかけからタイムスリップして、戦争中の自分の父親像に会うという物語です。で、この地下鉄っていうのが非常にダイナミックなタイムスリップということを感じさせます。日本のタイムスリップ見ていると割と地続きというか平面的な続きっていうことで面白みが少しないんですけれども、この映画は地下鉄をうまく使っているなっていう感じがあります。で、戦争中の闇市の場面なんかは、私は成瀬みきおさんの名作浮雲の闇市の場面を思い出しました。そういう部分的に非常に光る部分があるんですね。常盤貴子さんも、パンパンの役、パンパンと言ってもわからないかもしれませんが、当時の娼婦ですね、そういう役をやっている。非常にその魅力的です。で、この映画そのものは自分の本当の父親探しということで、男がその自分の父親の本当の姿を発見するという物語ですね。
さあさあ、それでは、メトロに乗っての話をしたいと思います。はい、今回映画はメトロに乗ってなんですけど、なんかね、改めて思うと懐かしいですよね、もう8年前。そうですね、なんかすごい過ぎ去ってしまった。確か営団地下鉄という名称がメトロというふうになって、うん、そういう状況もあったということで、ずっとメトロ側がとても好意を持って撮影協力してくれたっていうのをちょっと覚えてますね。とにかくこういろんなまさにタイトル通り地下鉄の舞台なんですけど、うん、地下鉄博物館っていうのがそこでいろいろとロケしまして、そうですね、地下鉄博物館というのは葛西というところにあるんですけれども、うん、まあ、僕らこういう映画をやるということで、まあ、いわゆるタイムスリップするという話なので、うん、現代走っている地下鉄の車両と、うん、あと過去、まあ、昭和初期の頃、戦争前、戦争中ぐらいの時代の話から始まるんですけれども、うん、過去の、まあ、ざっくりと昭和に走ってた、地下鉄の車両、これ両方とも出てこなくてはいけないっていうので、うん、で現代の方はもちろん実際のところの場所をお借りして撮影できたんですけれども、うん、で過去の今走っていない車両をどうやって走らせようかっていうところがすごい課題だったんですよね、うん、それで、まあ、いろんなことを考えながらまず最初に、研究も含めて伺ったのが、うん、葛西の地下鉄博物館だったんですね、うん、ここには旧丸の内線の車両と旧銀座線の車両が止まっておりまして、実際の問題、これはしっかりとした鋼鉄製の車両なので、うん、今も堅牢に残ってるんですね、うん、でその車両を見てたら、うん、これはもしかしたら撮影そのまま使えるんじゃないかと、うん、今の CG の力を使えば、これを本当に動くような映像にすることができるんじゃないかなという期待を持って、そうですね、博物館に入ることになりましたね、うん、その当時ロケハンの時にね、この博物館以外でも上野さんが確か東京都内でもいろんな公園にも、うん、車両が保存されている場所を紹介してもらったり、ねはい、確か現役でアルゼンチンでも走ってるっていう話が、はい、そうなんですよ、なんとこれ車両がこう輸出されてですね、うん、まだその現役で使えるということで、いろんなところの国に実は日本全体の車両はとても評判がいいので、うん、いろんなところでこう買われて走っているんですけれども、中でもこのアルゼンチンの地下鉄で旧丸の線が走っているという姿を、うん、今そのネットで見ることができるんですよね。本当に昔の車両が走っている夢のような話なんで、これはやっぱりぜひ実現するために、うん、まあ、この博物館で何とかしようと思った次第ですね。当時のその車両って今の車両とデザインもいろいろ違うんですけど、この辺確か上野さん、鉄道に詳しいっていうか、マニアっていうか、やっぱりなんていうかデザインというか人に優しいデザインがあったような気がしますね、うんうん、やはり乗ってきた人たちに楽しんでもらおうと、ただただ運ぶ場所に行く目的っていうだけじゃなくて、まあ、走行のスピードものろかった分、うん、そこの居住空間のありようをなんとかその乗ってる人たちに楽しんでもらうという設計がされてたと思うんですよ。例えば丸線の中っていうのは昔の、丸線の中っていうのはピンク色だったんですね、壁が。でそれでやっぱりこう暖色系でやっぱりこう癒しの空間を作ってくれたと。それからモケットって言って車両にある座席の生地がありますよね、うん、生地がまたね、とってもね、こう触り心地がいいんですよ、ね、ふかふかしてて、こういうところもしっかりと、ちゃんと作ってたのが昔のやっぱり時代だったかなと思います。で最近のものももちろんあるんですけれども、まあ、本当に効率的なものがやっぱり主題になっているので、どれだけその人数を入れるかとか車両を軽量化するかとかっていうことばっかり邁進してるんで、だから撮る方にとってみれば、撮影する方にとってみれば面白くないんですね、うん、そうですよね、やっぱり旧型車両には魅力はすごく感じますね、うんうん、僕もやっぱりこのね、利便性っていうか現代の車両を比べると、うん、その時代の昭和の何とも惹かれるところがあるんですよね、デザインと違うんですけどね、これ実は旧銀座線の撮影をやるときに、うん、映画の中でも出てくるんですけど、電気がポンと消える瞬間が出てくるんですよね、うんうん、
これっていうのは昔本当にあの地下鉄の車両 で、ね、駅に近づくと、ね、あの車内の電気が消えてたんですよ、ね、でこう常夜灯みたいなちっちゃい電球がついて、そうです、ね、これは僕は小さい頃本当にどういうことなんだろうって思っていたんですけれども、うん、こういうやっぱことがこの映画の中にあの何か所かで生かされてるんですね。これすごくあのこのそのあの電気が消える瞬間というのは、うん、とてもこうなんかあのなんか気持ちがこう、うん、ふっと入る瞬間というかな、そういうことがあったので、あのすごく有効だったと思いますね。そうですね。あの今回ですね、地下鉄博物館に、取材に行った学生さんたちが、いろんなものを見つけてくれたんですが、これがその写真ですね。懐かしいですね。あの我々はこのあそこで撮影している様子が、あの実際地下鉄博物館の方があの撮影してくれたということなんですけど、うん、釣り革なんかとってもなんかあのこれバネがついてて、うん、外側の方に曲がるようになってるんですよ。これは乗ってる人たちに これがぶら下がってて迷惑にならないようにできてるんですよね。そうそうそう、で揺れるでしょう、揺れてブラブラしないようにしっかりこれ形がしっかりできてるんですよね。これちゃんと考えて作ってるなと思いました。あとまあ実際我々撮影ではこの車内撮りのポスト、そうですね、あの広告っていうのも、まあ当時 の、この時代に合わせて実際に小道具が作ったものを、うん、あのセッティングしたりもやったんですけど、ね、さっきのこの座席のシートがモケットってこの緑色のこの、このトリップですよね。デッチのようなとってもこの触り心地がいいね素材で作ったり、うん、でこれが実は懐かしい当時の丸ノ内線をラッピングした、そうですね、あの本当の丸ノ内線はあのいわゆる走らせることはできないので、今の現在走っている東西線の車両を使わせていただいて、これもかなり旧型の車両なんですけれども、この車両にこの赤いこのシールを貼って、うん、その当時のこれの丸ノ内線の風情を再現したという状況だったんですね。これも本当にあの撮影のためにやったものですから、実際この中野の車庫でこの貼った、うん、ちょっと僕行きましたよね、あの多分これはこの撮影のための2日間ぐらいですかね、1日か2日間だけのものだったと思いますね、これ鉄道ファンに見つかったら大変なことになると思いますよ、当時のドラ映画の中の新中野を実はあの竹橋の駅で、撮影してる、東西線の竹橋ですね、はいはい、これなぜかっていうと、その当時の雰囲気様子をまだ残している駅っていうのを都内のいろんな地下鉄の駅を探した中で最も雰囲気が残ってたという理由で決めたんですけど、まあ、そこに実際のこのラッピングした車両が入ってくると、やっぱりこの今技術だと CG コンピューターでこんなことしないでも撮影できる時代ですけど、やっぱり本当にカメラの目の前にそういうリアルな形のものが来る良さってありますよね。やっぱりそれから俳優さんのやっぱ反応がね、うん、やっぱ僕らの俳優さんの顔を撮るのが仕事の大きな部分なので、うん、俳優さんの顔がやっぱり変わりますよ、うん、やっぱり CG の、ものであれば、じゃあそういうふうに想像してっていうふうに言ったり演出したとしても、うん、なかなかそのメトロに最初に出会った時の少年たちの顔って出てこないと思うんですよね。やっぱり本物の、 あの車両がこう走ってくるっていう、うん、あのアプローチがないと、あと人間 の表情というのはなかなか演出できないなということで、うん、まあ、これだけ苦労して作っていただいたあの車両がやっぱりあったおかげでオープニングの素晴らしい素敵なシーンができたんじゃないかなと思いますね。やっぱりその、まあ、我々この映画の仕事でね、全ては撮影現場で用意するっていう、はいはい、まあ、そういうふうにやってきましたけどね、絶対そこには何かこう、なくしてならないね、うん、現場の何か空気っていうかね、そうですね、そういうのがで、まあ新人の技術もね素晴らしいんですけれども、何か大切なものは残していきたいなと思うんですけどね、実はその竹橋の駅でも古いといってもやはり現代ですから、いろいろなまあ平成のものがあるんですよね。看板であったり広告一つも、最近のあれは全部張り替えたんですね。そうですね、映る範囲は全て隠したり張り替えたりして、足元 の,
黄色い、そうですね、障害者用の黄色いライン、ね、あれなんかも全部伏せて見えなくして、あの本当にあの、まあ、絵コンテを作るってあの先生に挑んだんですけれども、絵コンテにあるその画角の部分だけ、うん、まあ、とにかく頑張ってやっていただきたいという感じで、だからまあそれ逆に現場に行ったらそのコンテ以外のフレームは作れないぐらいみちみちだったと思ってるんですけれども、やはりあのうまく描けましたね。しかも終電が終わってから始発が走るまでの4時間半ぐらいの時間がかかって、その間ですからね、そしてこの吉風付けやってくるあのことを計2回、中野の駅でラッピングしてその車両が待機してるんだけれど、夜の1時半ぐらいに、向こうから連絡が入って、で20分後ぐらいに到着するんですよね。そして到着する瞬間を撮るとか、でまたもう一回中野まで帰ってもらって、そうそう、でまた1時間半後ぐらいにもう一回やってくるっていうことを2回やっていただいて、そういった1日の撮影だったんですけれども、まあとにかくあの時間との戦いっていうこともありましたね。まあ、今だと思い返すと笑い話なんですけど、改札のシーンっていうのがあって、そうそうそう、はい、当時はね、今と違って、まあ自動改札じゃなくて、硬い切符を駅員さんがパチンと切るっていうのが、まあ、とても印象的なんで、それを再現するっていうことで、実際に、この地下鉄博物館に当時 の, このステンレスの、金属の改札のこのね、出札もね、あの改札か、改札の駅員さんがハサミを持ってボックスですね、ボックス、それがあったんですよね。でこれを撮影のために、お借りしてですね、その竹橋の、一箇所に ある通路のところに見立てて、うん、セッティングする予定なんですね。結構重たい台車で運んだんですけど、うん、実際のこの竹橋駅のやはり構内ですから改札を通らないと運べないということで、あの改札をまたいでみんなでお話をして、おみこしのようにこの改札を改札が通ったっていうなんかあの笑い話だったんですけど、残念ながら映画の中ではそうですね、残念でしたね。まあこの映画、地下鉄以外でもいろんな、タイムスリップするってことで、もう、まあ、いろんな場所を工夫して撮影したんですけど、伊東の街を横丁に見立て、そうですね、あのちょうど丸ノ内線が走っている今の新中野という駅が青梅街道沿いの鍋屋横丁というところに、うん、あるんですけれども、現在本当青梅街道ですから片側三車線ぐらいの大きい道路なんですが、うん、その道路にある地下鉄の駅っていうのを我々がその昭和30年代、そうですね、オリンピックの時ですよ、そうです、39年、うんの時代ということで設定で作っていかなくてはいけなかったんですね。地下鉄今でも知らないんですけれども、つみさんが登ってくる永田町の駅をさまよって、で階段を登ると、うん、その新中野 の, いわゆる鍋屋町だったんです。昭和39年のでその切り替える瞬間 の, この階段のところというのは実は伊東市 の, その駐車場のなんか敷地のところを掘ったんですよね。そうですね、階段の部分掘って、階段の部分掘って1.5メートルぐらい掘ってたんですかね。2メートルぐらい掘ってそこに階段作ったんですよね。で上がってくる瞬間をそれで撮ったという。まあいろいろありましたけど、あとまあ一番印象的だったのはやっぱりラストバーアムールに続く、ね、階段ですね、苦労したけど実にうまくいった、はい、いろんな場所でロケーションして、セットもあり、うん、そして、っていうで階段を最後落ちていく、うん、転がっていくっていうシーン、岡本彩さんとあと常盤貴子さん2人が、うん、やはり いろんな因縁があって、で抱きつきながら2人で転げ落ちるっていうシーンだったんですね。しかも雨がザンザン降ってるっていうシーンで、これはもう本当に苦労したシーンだったんですけれども、普通でしたら階段落ちっていうのは本当にかなり危険なので、うん、スタントの人が全部全てやるはずなんですけれども、やはり女優さんのそういう魂みたいなのを撮りたいという監督が言うもんですから、その女優さん本人たちで転げる落ちることはできないもんだろうかという課題がありまして、それで考えたのが、ある時、そうそう、まず一番最初の下の部分が王子にある飛鳥山公園というところの石段だったんです、うん、で2番目の場所が
あの港区ですかね、愛宕神社というところの、女坂というところに階段を使ったんですね。で、私が階段の時にロケに行った時に、たまたま俯瞰の絵を写真で撮ってたんですね。それを写真をですね、打ち合わせの時に並べたところ、ふと見たら、階段上から見たら段差が分かんない、その高低差が分かんないなと、こういうことに発見して、あ、もしかしたらこれ、上から真俯瞰で撮れば、セットで作って、段差の少ない階段を作っていただければ、これが落ちることができるんじゃないかなと。痛くない。ということを金田さんに相談したら、そうだなということを分かっていただいて、そして本当に具体的な階段を作ってもらったんですよね。上から見れば段差が多少低くても確か10センチもなかったよ、ね、5センチぐらいのこれぐらいだったような気がします。本当は、20センチから、ひどいところは30センチぐらいあるような高い石段なんですけれども、それを20段ぐらい作って、だから2メートルぐらいしかないんですよね。すごくなだらかなスロープのような上から見ると石段っぽいものを作っていただいて、そこを実際の女優さんがそのまんま体当たりで転がる。その他実際ロケーションではスタントの方とか、そうです、非常にいくつかのカットを組み合わせて、本当にこれはうまくいった撮影だったと。もう一つだけ石段作っていただいたの覚えてますか？本当のね、こういった4段ぐらいの高さの段なんですが、それを作っていただいて、いわゆる踏み台のような階段を作っていただいたんですけど、それを斜めにしたんですよね。でカメラもちょっと深めにすると、その石段がちゃんと平行に撮れるようになる。そうそうそう。とか斜めにすればあんまり高低差がないから転がるのも痛くないという部分を作っていただいて、アップを撮ったんですよね。さて、今回は上野さんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。どうでしたか？いやー、もうちょっと話したいことがあるんですけど、ね、これで終わりですが、残念ですね。なんかでも昔のね、やっぱり映画のことをやっぱ話しすると、ちょっと忘れてた部分、やっぱりどんどんこうやって思い出してくるので、本当に僕もまた、そうですね。新しいことを考える、なんかね、力にもなるような気がしました。ぜひ、はい。ありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。それでは、また、麹町のこの場で、お目にかかりましょう。さようなら。次は、あなたのご来店をお待ちしております。さようなら。さようなら。